はいどうも皆さんこんにちは、ゆうきです。今日が12月5日15時30分ということでね、今から動画撮っていこうと思っております。さあ今日もね、仮想通貨バラエティ始めていこうかなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。今日もいつも通りね、ビットコインのリップルとチャート分析をしていきます。で最後にね、気になるニュース一件、まあ、気になるニュースというか、まあ、気になる指標みたいなところをね、紹介して終わろうかなと思いますので、最後までね、見ていってください。ではね、今日ね、最後まで見てもらってね、あーなかなかええやんけという方はね、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押してください。よろしくお願いします。ようやくですよ、ようやくね、1600、おめでとう、皆さんありがとう。はい、というわけでね、まあ、1600人超えてきました。まあ本当やったらね、あの2000人に素早く到達したかったんですけどね、やっぱりこう一旦まあ止まるところがあるっていうのはね、まあ分かってたんですけど、1500がちょっとね、頭打ちやったかなっていう感じです。ただまあね、まあ、僕のよく動画を見ている佐々木さんとかやったらね、まあ4、5万人程度いらっしゃるしね、有名な池早大先生やったらね、5万人超えて6万人ぐらい、ね、チャンネル登録者数の方いらっしゃるのでね、まあまだまだね、青天井だということでね、これからも頑張っていきますので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。ではでは、リップルから見ていこうかなと思います。あ、リップルからじゃない方がいいかな、今日は。ちょっとビットコインからいこうかな。ビットコインからいきます。まあなんでかっていうとね、まあ俗に言うクジラさんが動いたんじゃなかろうかっていうところですよね。まあ下落トレンドのトレンドラインを抜け切ったんですけど、まあ綺麗に戻されたんですよね。これってね、僕の経験上ね、クジラが動いた時によく出る動きですね。ドーンと上がって、もう丸々戻されるみたいな動きになりやすいです。これがもしクジラじゃなければ、そのままこう上に上がっていくような形になりやすいんですけど、クジラがね、ドンって動くと、結局ね、元の通常値みたいなところに戻るんですよね。ほぼほぼ。これがね、結構多い。このパターンが。なので、まあ、これ分かった人は逆張りして、土手でね、取れてる感じもあるんちゃうかなと思うんですけど、まあ、僕に関してはちょっとね、その時たまたま見てなかったので、シャート、ついに動いたな、みたいな感じだったんですけど、まあ、これに関してはまあ、特に気にしなくていいかなと思います。ここは無視して考えるぐらいでいいと思います、僕は。ここまで意識してたら、もう、いつでもこれがあり得てしまうんですよ。これ結局ね、5万幅ぐらい動いてるんですよね。78万から、てっぺんに行くと84万ぐらいまで上がってるんですよね。なんで、それで考えると5、6万ぐらいの、幅で値上がり上昇が、正直ね、3分の間に起こってます。もうほんまにあっという間ですよね。あっという間に7万、5、6万幅、ドーンって動いて、で、なんやったら次またちょっとした後、ボンと落ちるという感じで動いてるので、もうここはね、僕は無視します。ここを考えてると本当にもう何もできなくなってしまうので、僕はそれでいいと思ってます。まあ、賛否両論やと思います。いや、意識せなあかんよと。クジラの動きも。まあ、それこそツイッターのね、ホエールアラートとか入ってたらいいんでしょうけど。まあ、僕は入ってないのでね。皆さんもし入られる方はツイッターのね、ホエールアラートっていうのも登録してみてればいいんじゃないかなと思います。はい。でね、一個気づいたのがね、まあ、クジラドカーンって上がったんですよ。で、ここ85万、4万まで上がって、で、ヒゲで押し戻されたんですよね。で、その後、じわじわと上がってきた後の動きの点なんですけど、ポイントなんですけど、これね、この前回の一番高値の85万ぐらいから、下落トレンドのトレンドラインが引けるんですけど、これ引くとね、ビタビタで止まってるんですよね。爆上げの後ね、の落ちたタイミングが。なんでやっぱりこういうところってね、結構見てた方がいいのかなっていうのはやっぱり思いました。例えばその、大きく上がった後でも、やっぱ髭で戻されるっていうのはやっぱり何か意味があるので、で、その後のこの下がり方っていうと、まあ、一旦ちょっと上がっ、じわじわと上がったんですよね。で、その後、下落トレンドのトレンドラインに触れて、ばっこり下がると。これ、ばっこりっていう言葉に関して言うと、ウーバーワールドファンじゃないと知らんかもしらん。まあ、いっぱいみたいな感じかな。とてもみたいな感じかな。はい。まあ、すごい見て、すげえみたいな感じかな。と思うんですけど、まあ、ばっこり下がったというところですね。で、今現状の、まあ、通常値に戻ったと思っていいと思います。はい。で、まあ、それで言うとね、まあ、一応ですよ。よいしょ。まあ、ここ見ていこうかなと思うんですけど、まあ、一応この、下落トレンドのトレンドライン引いてましたよ。これ1時間足か。ちょっと4時間足戻すね。よいしょ。4時間足で見ていくと、まあ、こんな感じで、下落トレンドのトレンドライン引いてましたと。で、ここを無視したにしても、まあ、一旦ね、下落トレンドのトレンドラインなんかの戻ってきてたんですよね。で、その後に、もう一度改めて下落トレンドのトレンドラインを超えてきてると
いうところを見ると、まあやっぱりね、ちょっと強めにまあ上がったのかなっていう感じはします。はい。ただ、ポイントとしては、その爆上げの後、要はクジラさんが動いたじゃないかっていうポイント、ここね。ここで言うと、やっぱりね、この、ちょっと待って、ここのね、線ちょっと伸ばしていくとするとですよ。まあ、この辺りで反発される可能性は全然あるんですよね。なんでこのまま上がっていったとしたら、よいしょ。ぐーっと上がっていって、このまままた落とされて下がってくるみたいなパターンも全然シナリオとしてはあり得ると思うので、まあ、ここのポイントは押さえておいた方がいいかなと思いますので、さっきね、僕が引いてた線は皆さんも引いてもらった方がいいと思います。その、指標としてというか、その、ポイントとしてね、目指すポイントとして。なので、前回の、ここやな。1月じゃねえわ。まだ来年になってねえわね。11月30日の、午前1時かなの最高値から、その次が、11月の30日、17時の、要は切り下がったってポイント。で、線結んだら、ちょうどね、今回の、冒頭後の暴落のポイントに触れてくると思うので、そこを繋いだ線を引いてあげると。うん。なので、もし、こっからロング入る人がいるとするならばよ。僕は入らん方がいいと思うけど、入る人がいるとするならば、まあ、一旦このあたり、80万ちょっと超えたぐらい、81万弱ぐらい。で、利確するポイントは作っておいた方がいいのかなと思います。うん。青天井で伸びるっていうことは今のところないと思うので、現状で言うとね。はい。なので、ま、このまま行くと、一旦この80万ちょっと過ぎたぐらい。要は80万で抵抗されたような感じで、また下落してくる。みたいなことは全然あり得ると思います。はい。なので、ま、今入る人はおらんか、ロングで。ちょっと後乗りすぎるんでね、ちょっと難しいけど。で、今現状がね、どこで止まってるかっていうと、4時間足のボリンジャーバンドのセンターライン。ここでちょうど押し戻されてる、抵抗されてる状態なんですよね。なので、ここでも全然こうさ、また下がってくるみたいなパターンはあり得るので、うん、ここで言うと、ポイントとしては僕は目線はショートでいいんじゃないかなと思ってます。はい。結局、クジラさんってなんで動くかっていうと、後乗りした人を焼くために動くんですよね。うん、だからバーンって上に動かして、で、あ、やばい、上がる上がると思ってロングに入っていった人を全部焼き切るみたいな。焼き払うみたいな。うん。もう、獅子王誠よ。うん。もう、ルローニケンシン。もう、そのレベルの、もう、剣から引いてるぐらいの勢いの切り方してくるから。まあ、だから、それのために、下に動いたいと思うね。あ、上に動いたいと思うんですよね。下に動かすために。なので、こっから言うと、もしかすると、まだ下がってくるみたいなことも全然あるかなと思いますので、うん。そこに関して言うと、ちょっと注意が必要。今からロング入ろうかなって思ってる方に関して言うと。はい。まあ、ただ、例えばですけど、今僕がショート入るんですかって言われると、まだ入らん。うん。ちょっとまだ怖いかなっていう感じですね。ショートに入っていくにも、ロングに入っていくにしても。ちょっとこういうね、大きく動いた後ってね、ちょっと相場荒れたりするので、そこはちょっと注意が必要なので、そこはね、しっかりと頭に入れた上で、トレードに入、ポジションに入っていくっていうのは必要になってくるかなと思います。はい。そうね。そんなところかな、4時間足は。ちょっと一回線消すわな。よいしょ。ほっほっ、オッケーいいよ。で、まあ、さっき1時間足見たんですけど、1時間足もね、一応ちょっとね、ポイントがあって、今ね、ちょっと抜けてきたんやけど、さっきまでね、75日線でね、抵抗されてたんですよね、ここね。ただ、その75日線は今上抜けた状態になってるので、まあ、多少上も見れるかな、みたいなところです。で、ボリンジャーバンドのセンターラインも上向いてますよ、という感じですよね。そうなってくると、ここまで下がったにしろ、こういう形でサポートされて上がっていくみたいな、シナリオは全然見れるんですけど、たださっき言ったみたいに、一回そこの冒頭後の暴落のポイントの下落のトレンドのトレンドラインが上に待ち構えてるので、もう一段階ここで落とされるみたいなことも全然あるんですよね。なので、今で言うとね、どっちみちね、ロングで入ったとしても、79万から80万なんですよ。まあ、1万幅ぐらいで上がるかどうかぐらいのところなので、それで言うとそこまで大きく見なくてもいいのかなっていう感じはします。はい。かな。うん。で、これがね日足なんですけど、日足で見ても、そこまで大きく指標は出てるわけじゃないんやけど、まあ、やっぱり日足で見てもここのね
下落トレンドのトレンドラインに当たって、抵抗されて下がってくるみたいなシナリオも全然見れるぐらいのポイントにはなってくるので、うん、今はもう本当に、まあ、前回の動画でも言いましたけど、無理にポジションを持つ必要はないのかなと思います。うん、そこで言うとね。なので今はまあ多少こう、見ておいて、で、次の動きに備えるみたいな期間になってくると思うので、まあ、無理には動かなくていいのかなっていう感じですね。はい。なのでまあ久しぶりにねちょっと大きく動いてきたなっていうところではあったんですけど、まあやっぱりねこういう大きく動いた後は大きく戻す、なので逆張りすると結構取れたりするんですけど、まあただね走る可能性もあるから、怖いのは怖い。こっから走ってまうとショートで入った瞬間にバコ焼きされることあるからね、そこはちょっと注意せなあかんけどね。はいですね。まあなのでね週足も特に見ていくとこもないし、月足もそんなに大きく何かこうなるよみたいなところがないので、一旦はビットコインはそんなところで終わっとこうかなと思います。はい、ちょっとねビットコインが長なってしまった、ちょっとショートカットしますね。で今からリップルいきます。でリップルはねもうほんまに今ビットコインをギュッてした感じなので、うん、ほんまに一緒、言うことなしみたいな感じです。でこれ1時間足なんですけど、ビットコインがね大きく動いたところがここなんですよ。ただリップルはやっぱりねそのビットコインの値幅に比べると全然動けてない。やっぱりその出来高が少なすぎるっていうのもあるんかなと思うんですけど、まあそこまで動かなかったなっていう感じです。1円も動かないぐらいで終わってるんちゃうかな。うん、1円弱ぐらい動いて、まあヒゲで言うと2円弱ぐらい動いてるんですけど、まあほぼ1円ぐらい動いてそのまままた通常値に戻ってきたと、まあ平常運転に戻りましたよっていう感じですね。はい。で、ここが4時間足ね。4時間足で見るとね、大きく動いたように見えて、実はね、25日線の中に収まってる感じ。まあ、孫悟空で言うと、前も言ったけど、お釈迦様の手のひらでこう動いてたような感じよね。はいはい言って、かわいい子じゃねえって、コロコロコロって転がされたような感じのチャートになってます。はい。なので、まあ、25日線で反発されて下がってきたと言っても過言ではないようなチャート。なので、やっぱりビットコインはね、一旦これで25日線抜けてるっていうところがやっぱ強いんですよね。だからここで抜けれないっていうのは相当弱く感じてしまうので僕の中で言うと、なのでリップルに関してはまだ全然下落の目線で間違いないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。はい。まあ年末がねどこから上がってくるのかっていうのがちょっとまだ僕も予想が立てれてないので、そのあたりはまあこの辺ちゃうかっていうのが分かったらねまたお伝えしていこうと思いますので、ぜひそこはねまたチェックしてもらえたらと思うんですけどね。はい。まあそんなとこかな。リップルもねほんまにもうビットコインとほぼ一緒の動きするから、今ビットコインの説明したらほぼリップルに当てはまっちゃうんですよね。同じこと2回言うなよってなっちゃうから、うん。なのでまあそこはちょっとこんな感じで終わっとこうかなと思います。なのでまあリップルは4時間足のね25日線、これ抜けれるかどうかっていうところで判断すればいいかなと思いますので、うん、そこをねしっかりとチェック、要チェックしておいてもらったらなと思います。はい。では最後にねさらっとニュース見て終わろうかなと思います。ニュースというかまあ気になる指標みたいなところかな。で仮想通貨市場に影響を及ぼす重要ファンダ一覧表と、でビットコイン、リップルなど、12月5日更新ということで今日ですね、今日更新しておりますと。でまず一番最初に出てくるのがやっぱり、イーサリアムのイスタンブール。おいでイスタンブール、恨まないのがルールということでね、うん、やっぱりねこれもしまあ最近ねこれ正直よ、コインポストの指標4、当てなら、マジで当てなら。ただ、やっぱまあイスタンブールっていうね、その、まあバージョンアップを含めたのがあるので、まあ期待はされてますよということです。ただもうほんまに歌詞の通りよ。おいでイスタンブールと、あ、来てくださいと。ただ、上がらなくても恨まないのがルールよってことよ。おいでイスタンブール、恨まないのがルール、言うてね。もうほんまに昔に歌ったのにもう今、ジャストフィット。ジャストのフィットね、してるのでね。まあ、ここはね、一応来るとは思っておいてもらっていいのは、12月7日。もうほんま間もなく、あさってかな。2日後に行われるんですけど、行われる予定なんですけど、まあ、まあ、恨まないのがルールぐらいで思っといていいんじゃないかなっていう感じです。まあ、もしかしたら爆上げするかもしらんけどね。うん、ただ今の流れで言うと、そこまで上がらん。で、上がったとしてもほんまに1日持たないぐらいで落ちてくるので、うん。もうほんま勝負するんやったら一瞬の勝負になると思います。沢北のドライブぐらい一瞬で抜かれていくと思うんで、なのでそこはねちょっと意識して見ておかないと見逃してしまうかなっていうぐらいのポイントになってくると思います。はいはい。というわけでね、すいません、ちょっとね動画の撮影最終に宅急便が来てしまいまして、ピンポン鳴っちゃいました。はい。なのでね、まあそういった形でまあ一応まあそういうリップルのね裁判がありますよというところもあるんですけれども、まあリップルの裁判に関してもね最初星4つとか5つとかやったんですけど、今3つと、
まあどうなるかわからんよって後出しじゃんけんもいいとこよね。後でちょっとずつ星減らしてくるみたいな、うん、まあまあまあそういうこともあるんでしょうっていう感じですけど、まあそこまでこれもまあ下がるっていう大きな要因にはならへんのかなみたいな感じですよね、うん、でまあ CME の BTC オプションがあったりとか、まあこれが一番まあ大きいかな。NEM のカタパルト、まあ来年なのでね、まだちょっと先にはなるんですけど、でまだそんなにこうちゃんとした日程は決まってないって感じ、予定は未定みたいな感じなので、このNEMのカタパルトがまあ一応欲しいつつ一番まあ大きいファンダになるんじゃなかろうかと言われているという感じですね。はい、なのでまあこのねファンダ表っていうのもね、あのコインポストの方飛んでもらったらあの簡単に見ることができるので、速報とかで見てもらうと結構上がってきてるので、そのあたりでチェックしておくと、まあこれからのねトレードにまあ多少影響が与える部分もあったりもするので、見ておいてもいいかなという感じでございます。はい、じゃあ以上でございますね。今日はね、この後、21時から、ライブ配信も考えておりますのでね、ぜひ、この今日の一日の終わりにね、ちょっと笑って終わろうかなと、ブフぐらいですよ。わはははってはならんかもしれないけど、クスクスぐらいの感じの、笑いは起こりうると思いますので、ぜひね、まあ、今日一日楽しく終わろうかなという方はね、自分も参加したいなという方はぜひライブ配信の方に遊びに来てください。こちらのライブ配信の方に関しては、もう本当にね、もう視聴者の方が参加型、みんなが作り上げていくような形になります。みんなのコメントに対して僕が突っ込む、ボケる、何でもしていきますけども、触れていくっていう形にしてますので、こいつとちょっと面白く喋ってみたいな、みたいな方はぜひね、ライブ配信の方に遊びに来てもらって、コメントしてもらえたら、僕とね、トークするタイミングにもなってくるかなと思いますので、ぜひね、楽しみにお参加いただければなと思います。はい。あとはね、次の動画もね、明日出していきますのでね、そちらも、要チェックということでしてもらえると助かるんですけれども、何かね、僕に直接質問とかある方はね、ぜひ、LINE アットの方に登録してもらって、直接僕に質問なんて受けてもらったらね、僕から直接返答していきます。僕が、もう本人が返答するので、そこはね、僕と直接会話したいとか、何かこう質問があるっていう方は、LINE アットの方に登録してもらえると、よりね、活用していただけるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。じゃあね、今日は以上で終わっときたいと思います。またね、この後のライブ配信もしくは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご覧いただき、本当にありがとうございます。これからも皆さんにお得な情報をどんどん動画でアップしていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。僕の LINE アットでは、バイナリーオプションや仮想通貨、セドリのことなど、ネットビジネスの有料級情報を無料で配信しておりますので、上の QR コードか下の概要欄 URL から、ぜひそちらの友達追加もよろしくお願いします。最後になりましたが、これからもぜひ応援よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。